金丸という店の石田です。私はですね、今、日沼川に来ております。こちらですね、日沼川ですね。の、まあ、日里橋があちらに見えますけどもね、こちらの方の、まあ、下流川ですかね。こちらで、明日はですね、釣りツアーということで、下見に行きております。まあ、先ほどですね、釣りをされている方にですね、お話を聞かせていただきましたらね、まあ、20匹ほどですね、ハゼが釣れていました。ね、サイズもですね、16センチくらいのが釣れてましたんでね、本当に1時間半ぐらいで、まあ、やった超過ということで、明日もですね、まあ、期待できるかなと思っております。場所をですね、何点かポイントを探してですね、明日に向けてですね、下見続けていきたいと思います。今からお届けいたしました。